ただこの時間帯は愛媛としては嫌でしょうね、うん、さあジェルだ、柔らかいボールだ、折り返すじゃん、これはシュートまでいった、やはり決めた田原、前半のアディショナルタイム、しかし表情は変わりません反町監督、いやー、やはりこの辺りはエースの仕事、田原2試合ぶり5得点目、このボールですよね、本当に柔らかいボール、はい、ジャーンが落としてしっかりそこに走り込んでるんですよね、中村が走り込んで、そしてワンバウンドしたボールに田原、いわゆるサインプレーだと思うんですけどね、見事なゴールが決まりました、田原逆転ゴール、